今日はきつねうどん発祥のお店に行きたいと思います。じゃじゃん、これがきつねうどん発祥のお店のきつねうどん。うまそうなラーメン。いやいや、そっち気になってる。いや違うね、今日は違うね、うん、今日はね、うん、元祖きつねうどん、今日はきつねうどん発祥のお店に行きたいと思います。きつねうどん発祥の店。そう、きつねうどんは大阪のここから始まったっていう。今やもう全国にあるけど、おここから始まったらしいから。ほんまに、ほんまほんまほんま。ということで今日行くのはこちら、大阪うどんどころ茶そば宇佐美亭松葉屋。噛めずに言えたぞ。さっき噛んでたよ、きつね噛んでたよ。ってことでいきましょう。これあれやろ、昔これでこうやって、なんかそれっぽいね。それこっからなんか出てきて、うんうん、それこうやって、あ、そこで食べる。いや、バカか。ってことでいきましょう。はい、この人気ってこのおじやうどんなんですか。そう、これが基本ね。はい、そうですよね。今はもうこれでしょうね。ほんときつねなんですけど。あー、なるほど。どれがおすすめですか。基本は基本やからね。基本基本。なるほど。じゃあ、はい、大阪おじやうどんと、はいはい、で、きつねうどんと、はい、で、わかめうどんでお願いします。わかめうどんときつねと大阪。はい、はいはい、お願いします、はい。基本に忠実みたいな。そりゃ基本や。っていうか、きつねうどん元祖やな。の、おばちゃんも言ってたよ。うちきつねうどんがおすすめやから。けど一番最初にきつねうどんすすめへんかっておじやうどんの方やって。こら、そういう時もある。あるね。ある。じゃあ待ちましょう。じゃじゃん、これがきつねうどん発祥のお店のきつねうどん。おお、意外やね。きつねなんかちょっと気持ちちっちゃめ。いや、発祥やからね。あ、発祥やからね。発祥やからね。発祥やからね。けどめっちゃ美味しそうよ。美味しそうね。うん、だしのいい匂いしてる。うん、しかも柚子がここにあるからすごいさっぱりすると思う。おしゃれよ、おしゃれ、うん、で、大阪おじやうどん、これがなんか今の一押しらしい。ほう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 。もうきつねではないね。これがなんかめっちゃ有名らしい。今押しないな。うん、うんうん、なんかね、うどんの下に、うん、まあ、あのお米が入ってるみたい。へー、けど絶対うまいな。うどんの出汁でおじやしたら絶対うまいな。そやな、そやな、うまいな。それと一緒やで。いただきます。こっちの出汁、今日はきっと珍しい。口の中満タンだと思う。うん、あ、うまい。なんかね、うん、ほんまは普通にキツネ昔はなかったらしいね。ほうほうほう。お客さんがキツネを乗せたらしい。ああ、なるほどね。うん、ほうほう。なら、うん、店主さんはそんなの乗せたうどんの出汁の味が壊れるやろ。あ、甘い、キツネが甘いからね。うん、ほうほうほう。うちの出汁を台無しにする気かみたいな感じになって、おうおう、で、食べてみたら、うん、あ、結構いけるよ。あ、後で閉店してから食べてみたら結構いけるよ、これ。で、ここで発祥したらしい。あ、なるほどね。結構いけるやんみたいな感じ。あ、それで発祥なったんや。うん、うん、じゃあ、こっちに出てみようか。あ、ネギと生姜と、うん、何それ、うなぎ入ってんの。うなぎやな。エビも入ってる。マジで、うん、こっちのだしも一緒、キツネとこっちのだし。あのね、こっちの方がいろんなものが入ってるから、だしがなんていうか複雑な味わいになってるね。ああ、いろんなだしが出てね。うんうんうん。基本は一緒やね。わかめうどんです。なんでわかめの、え、髪の毛生えるやろ。いや、だからそれ生えへんっていう結論に陥ったやん。いや、一応ね、病は気からやろ。なるほどなるほど。病は気からね。それ病なんか。病じゃない、これ。薄毛の悩み、病ちゃう。そういうことね。
わかめが美味しい。うどんじゃなくてわかめ。ちょっと待って。なんでよ。いやいやいや、なんもないの。うどんもね、美味しいよ。うん、いや第一印象がわかめやってんやと思って、いやわかめのが多分さっき大量に入ってきた。ああなるほど、うん、だしはすごいさっぱりして美味しいね。うん、これ後の方になったら味変わってくるんだよな。そうなの。うん、このきつねの甘いだしが溶け込んできて。ああ、はあ、はあ、はあ、卵も入ってんねや。これ絶対うまない。うまいね、これ。なんかもうちょっと不思議やねんけど、これやで。あ、ご飯出てきた。うん、あ、ほんまにご飯入ってんねや。うん、なんで今止めたのそれ。僕の何か野生の感が今働いた。温度センサーが、うん、これいつものやつや。これちょっと時間がかけてない。これな、周りの器もこれだ、鉄やんか、鉄というか煮物というか。そうやな、そうやな。冷えん、冷えんねんな。めっちゃ熱い。こっち食べよ。こっち食べとこ、こんなら。すごい透き通っただしで美味しそうやね、これ、うん、柚子がなんか、ほんま、さっぱりするわ。朝からうどんは最高やね、これ。口の中 95% 不祥事だ。あ、今ので？うん、大丈夫、だしがいっぱい感じれるから、その苦笑したところが、ね、直に。やばい。これさ、うん、立ち食いをうどん屋さんにおったらさ、みんな出てきたし、口不祥してるから。そやな、多分みんなガリガリ君買いに行くよ。ガリガリ君いるかもしれん。マジでめちゃめちゃ熱いから。ほんまに。ちょっとガブッといけよ、男やろ。紅生姜って珍しくない？珍しいね、うどんにね、紅生姜、うん、お揚げさんも入ってて、きつねやね、これ。あ、なるほどね、きつねを刻んだやつね。うん、刻みきつね。ガリガリ君買いに行くか。後でね、後でね。もう口の中ほんまに。お、お魚も入ってる。で、この卵で、この椎茸。ほうしいたけ絶対うまいね。絶対うまいな、このだし吸うて、うん、この卵ね、あと鶏、あと鶏、うん、あ、なん超具材入ってるやん、うん、まあ、僕しいたけの、うん、この昔食べた時に神田さんがこの甘いだしが出てくるのめっちゃ嫌いやったやん。嫌いやった、うんうんうん、もうなんかもうそれもすごい嫌いやってんけど、おじさんになったらそれがめっちゃ好きになった。俺ちっちゃい時から好きやったってことよ。ちっちゃい時から俺おじさん？おじさん、うん、生まれた時からおじさん。それはない、それはないけど、しいたけめっちゃ食うてたよ俺。だって生まれた時ハゲとったよ。いや、ハゲてたっていうか、そんなもんや。その時からあの毛の太さが変わらへんっていうだけや。ずっとその時から細いね俺は。で、石破さん、どうした？ここのうどんってさ、うん、見て、世界遺産になってんね。おっ、つまって、なこれ、あれやで、大阪あるあるで勝手に関西って感じでいいね。そこまで呼んでへんかった。あ、関西の遺産に入ったってことやね、世界遺産。違うよ、勝手に世界遺産を歌ってるよって。あ、記事ね、記事ね、記事、記事。そういう話題ね。うん、お、世界遺産のためには、きつねうどんすごいなと思ったのに。違う違う、この紅生姜合うって言うとったやん。あ、これもう今ないねんけど、うんうんうん、紅生姜の香りがここに溶け込んでんねやんか。あ、それもまたさっぱり、さっぱりして、うん、顔はこってりしてるけどな。あっさりできん、できん、できん、顔こってりやから、ゴツゴツこってり。あ、
ワンちゃん雇ってくれるかも。うどん粉引けるから。もうええー、って石臼になんねえろ。もう言う前に分かったし。ほら、すぐ分かったな。分かる分かる。あけど、まあ料亭も雇ってくれるの。あ、そうやな。うわ、もうサメ肌みたいな感じで。あ、おろしな、おろしな。わさびの荒おろしみたいなやつな。うるさいわ。俺も雇ってもらえんで、うどん屋さん。何？体重重たいから。うん、うどん踏んでほら。腰を出すのにちょうどいい仕事する。なるほどなるほど。重みがけどあれやろ、たまに1週間のうち3日ぐらい踏まれへんねんの。足痛い足痛い痛くね。こら全然使われへんよ。その辺管理するから。全然使われへんよ。その時はほらゴロゴロ転がるから、ローラーみたいに。僕と坊ちゃんでできたうどんって想像するに大変よな。そやな。坊ちゃんがこうなんていうの、僕がこうゴシゴシしてた、そう吸ったうどん粉に、うん、坊ちゃんこう横にぐるぐるゴロゴロすんで、うん、やばいぞ、やられるから怒られるからやめとこう。馬になってほんまに味が分かってきたからね。あ、これね、うん、最後の方ね、うん、熱すぎてさっきまで全然やばかったから。だしの香りがいい。いいよ、うんうん、さっきわかめうどんもすごい良かったもん。だしがすごく美味しかった、うん、これはうまいわ。朝うどんにしては贅沢すぎるぐらい完璧、うん、ずっとさ、これを取らなと思ってこうやってんやん、取れへんかってん、うん、これ模様やねんな。これ模様。ほんまや、揚げみたいな模様。ごちそうさまです。これお父さんですか。いや、俺のお父ちゃん。あ、なるほど、先代さん。いや、うちはその前が初代です。親父の前が。ほなもうお父さん3代目。3代目。おお。100年以上続いた。かっこいい3代目。3代目。なるほど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すごいね。やっぱ100年の歴史やったら、やっぱりここはきつねうどん発祥の店やね。せやな。100年前やったら、ちょっとさっきの様子と違うわ。うんうん、さっきはちょっと現代風に僕言ったから、うんうんうん、多分あの時代やったら、うん、うちのうどんにきつねなんて入れやがって、この野郎味が変わるじゃねえかよ、食うの野郎みたいな。あ、刀が出てくるのね。うんうんうん、で、チェアンでうめえんだよみたいな感じで、うん、タンパ取って、うん、そのお客さんは次もう来へんから立って。で、ね、大将が帰って、食うのバカ野郎、きつねなんか入れやがってみたいな感じで。うまいな、結構。うまいな。ちょっと現代入ったけどな、ちょっと。きつねうどん、ちゃちゃちゃ。書いて。きつねうどんって何ですか。きつねうどんっていうのはな、うどんにな、これ揚げたきつねを入れることや。揚げ豆腐。揚げ豆腐。うまいぞ。でパクった揚げね。うちのやつないからなって。ほんで他のうどん屋も来て、うまいな。うちもやろうかみたいな感じで全国に広がって。なるほどね。あ、うちもきつねあるわ。うちも入れとこうみたいな。そう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 。そんな感じちゃうの。あ、なるほどね。おわ。で、3個しかないが、あと全部いい。ほんまや、3台分しかないから3つしかないよ。これ押したらどうなんねやろ。押せるんかい。